3、2、1、ゴーサー。すごい、すごい、スパイラルディスクがいいね。おーバースト、3、2、1、ゴーサー。おー、オーバーフィニッシュ。3、2、1、ゴーサー。おー、おー、負けた。はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、ベイブレードトーナメント B ブロックの準決勝をやっていきたいと思いますね。はい、アシッドアヌビス、ナックルリボルブ対ネプチューン、スプレッドイールディング、オベリスクオーディン、ヘビースパイラル対ゼノエクスカリバー、グラビティウェイトですね。この4つでまず準決勝、その後決勝を戦っていきたいと思います。はい、はい、では早速やっていきましょう。準決勝第1回戦目ですね。エシン君がアシッドアヌビス、ナックルリボルブで、私がネプチューン、スプレッドイールディングです。はい、3、2、1、ゴーシュ。これはやっぱり似てるよね。うん、1回戦目の第1試合、第2試合を彷彿とさせる戦いですね、これは。両方丸いね。そうなんだよね。両方ともちょっと持久というか、スタミナ系ですね。うん、さあ、おっと、両方動きを見せたが、あまり変わらない。うん、あれ、同じような動きをしているぞ。確かに。あれ、これどうなるんだ。ネプチューン、3、2、1、ゴーシュ。ちょっと斜めに行きましたけど、 A ちゃんも斜めに打った。うん、それぞれ牽制してる。で、センターを取れ。あれ、センター取れない。取れないね。お、よし、センターを取った。当てた。何、アシッドアヌビスが、これはまずい。おー、アシッドアヌビス、すかさずやり返す。3、2、1、ゴーシュ。おっと、跳ねた、跳ねた。やっぱこの2つに関してはバーストはなさそうだね。確かに。カシ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 って、ほとんどノーダメージだったしな。ダメか。桜口だ。アヌビス。はい、ベイ交代で、私がアシッドアヌビス、ナックルリボルブで、エシン君がネプチューン、スプレッドイーニングですね。はい、3、2、1、ゴーシュ。さあ、とどまれ。アシッドアの取り合いが始まった。そうだね。勝者はどっちだ、どっちだ。アヌビスかな。そうだね、アヌビスだね。3、2、1、ゴーシュ。このバトルが続くね。静かに当たってるよね。うん、これアヌビスだね。アヌビスだね。何気に安定してるな。うん、おー、アヌビス。3、2、1、ゴーシュ。カチ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 。うん、もう勝ち祭りだね、これ。勝ち祭り。あ、どうやらアヌビスかな。そうだね、がついてきた。はい、アヌビス。ということで、準決勝1回戦目はアシッドアヌビス、ナックルリボルブが5ポイント、ネプチューン、スプレッドイールディングが1ポイントということで、アシッドアヌビス決勝進出です。はい、はい、では準決勝2回戦目いきましょう。はい、オベリスコーディン、ヘビースパイラルが私で、エシン君がゼノエクスカリバー、グラビティウェイトですね。はい、3、2、1、ゴーシュ。いきなりオーバーフィニッシュ。いきなり3、2、1、ゴーシュ。おい、今度はやり返した。すごい。3、2、1、ゴーシュ。ラビティブレイク。おー、でもすごい。よし、こうなるとオベリスクオーディンじゃないの。そうかな。あ、確かにそうだね。ふらついてってる。
だろう。そうだね、うん、はい、米交代で私がゼノエクスカリバーグラビティウェイト、エイシン君がオベリスコーデヘビースパイラルですね。はい、3、2、1、ゴーシャン、スナイク、すごいすごい、とどまった、ゼノとどまりました。よし、やった、行くぞ、反撃開始だ。ああ、ダメだ、軸ぶれた。 C、2、1、ゴーシャン、スイングカウント。何、あ、ここに、おっと、結構両方ガチで当たってるけど、今度はゼノかな、ゼノだ。C、2、1、ゴーシャン、うわ、すごい、やっぱスパイラルだね。おお、はい、ということで準決勝2回戦目ですね。ゼノエクスカリバーグラビティウェイトが2ポイント、オベリスクオーディンヘビースパイラルが5ポイントということで、オベリスクオーディンヘビースパイラル決勝進出です。いやー、はい、はい、ではやってまいりました B ブロックの決勝ですね。はい、この2つが残るとは予想もしてませんでした。はい、アシッドアヌビスナックルリボルブ対オベリスクオーディンヘビースパイラルですね。はい、この2つで対決していきましょう。ちょっとタイプが2つ、あ、そっちやる、うん、タイプが違う2つだからね、うん、エイシン君がじゃあアヌビスで、私がオベリスクオーディンでいきましょう、うん、C、2、1、ゴーシャン。おっと、こうなった、フラッシュシュートになっちゃった。こうなるとアヌビス有利か。そうだね、バーストセーバー、このパワーで一回跳ねのけられるか。なんとアヌビス C、2、1、ゴーシャン、当て、当て、あー、ネット外れたね。もう少しの当てれば軌道が変わるかもしれない。いや、綺麗にとどまってるよアヌビスは。うわ、ピタリも動かない、ピタリとも。あ、アヌビス、いやアヌビス3、2、1、ゴーシャン。お、さあ結構当たってる、今度か、あ、そして外れた。ありゃ、これはオブディスコーディン厳しい、厳しいね、はい、米交代しまして、私がアシッドアヌビスナックルリボルブで、エシン君がオブディスコーディンヘビースパイラルですね。はい、3、2、1、ゴーシャン。スイッチ1、ゴーシャン。おっと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 、おー、逆だ、逆にバーしてきた。スイッチ1、ゴーシャン。そしてギリギリでかわす、当たらない、当たらない、当たらない、すごいな、かわしている。はい、ということで米改造トーナメント B ブロック、オベリスクオーディンヘビースパイラルが2ポイント、アシッドアンドベスナックルリボルブが6ポイントということで、 B ブロックの優勝はアシッドアンドベスナックルリボルブでした。おめでとうございます。おめでとうございます。びっくりだね、うん、でちょっとびっくりした、これが勝つとは思わなかった正直、うん、しかもこれ逆にバーストされるとはね。バーストしたもんね、うん、素晴らしかったですね。びっくりした、素晴らしい活躍だって、うん、このアシッドアヌビス出た時、うん、弱かったんだよ、うん、すごい弱くてこれは使えないって正直思ってたんだけど、うん、改造でここまで強くなるんだね、うん、安定感もあってバーストもすることができるということで強かった、びっくり、うん、お見事でした、うん、はい、おめでとうございます。ということで、ちょっとうちらも疲れたね、連続シュートしてね、うん、はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、ぜひいいねボタンお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくね、よろしくね。また、米改造トーナメント C ブロック今度やりたいと思いますんで、はい、ね、皆さんからの改造でお待ちしております、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。